It's like careless hitters Brad Hall's gone Goodbye bye プロ野球スピリッツ2020無料アップデート開始というところで、本日の配信はプロ野球スピリッツ2020が無料アップデート開始されたので、こちらの紹介動画をやっていきたいと思いまーす。はい、というところで、今この画面に見ていただいてわかると思うんですけど、前まではこの2019のプロ野球スピリッツはまあ、プレイできてたんですけど、まあ、今でもプレイはできるんですけど、4月22日からこちらの2020もプレイできるようになりました。というところで、こちらは無料アップデートなんですけど、ごめんなさい、こちら、プロ野球スピリッツ2019なんですけど、こちらの無料アップデートというところで、こちらのソフトを持っていると、誰でもアップデートしていただいて、こちらの2020をプレイできるようになっている仕組みになっております。なので、私も今、2020から始めさせていただくんですけど、ぜひ皆さんも、この動画を見て、面白そうだなと思った時には、プレック2019のこちらソフトを買っていただいて、2020にアップデートしていただけると楽しめると思います。じゃあ早速、プレイしていっていきましょう。プレックベースボールスピリッツっていうところでね。あー、かっこいいし、かっこよくなってますね。2019のね、この山川選手の、このね、ジャケットもね、すごいかっこいいなと思ってね、ジャケ買いするくらいね、かっこいいんですけどね。まあ、こちら2020版もすごいかっこよくデザインされているので、早速やっていきたいと思います。いやー、楽しみですね。こう、やっぱり新しいゲームがこうなるとね、もうこの一番最初でしか味わえないこの高揚感がね、すごい楽しみなので、早速ね、やっていきたいと思います。今、オンラインはメンテナンス中ですね。皆様がこの動画見てる頃にはオンラインはもうなってると思いますので、ぜひ楽しんでみてください。というところで、早速ね、まあ、何が変わったかと言いますと、基本的には引き継ぎです。2019のデータから2020を引き継いでおります。で、こちら普通にコンピュータと対戦だったり、ドリームリーグですね。好きな選手を集めて、まあ自分監督としてね、プレイヤーでオンラインのこちら仕様となっているんですけど、いつも好きな選手を集めてやっていくリーグになっております。で、こちらペナントレースというところで、まあ、このペナントレースも、2020のスケジュールを反映されるというところに、この、なっておりますね。2020年度版は。ですからね、実際のこの世の中のペナントも、まだ不確定な状況ではございますので、今後どうなっていくかは楽しみになっておりますね。こちらはスタープレイヤーというところで、一人のプロ野球選手をですね、どんどん育てていって、スターになっていくというものですね。で、まあ、こうトレーニングだったり、この更新スピリッツというのが面白い仕様になっております。まあ、3タイプの、シナリオっていうんですかね、選べるようになってまして、こちらを選んで、どんどんオリジナル選手を育てていって、自分なりの、ね、好きな選手というかね、どんどん練習して、力を上げて、いい選手を作っていこうというものになってますね。はい。で、こちらもオンラインなんですけど、プロ野球速報プレイというところで、下にも書いてある通り、実際のね、プロ野球と完全連動というところで、まあ、オンラインなので配信データはその日その日で来ると思うんですけど、その日のね、試合の場面を再現してプレイというところでね、こちらもちょっとどうなる仕様になるか、今後楽しみですね。ぜひ注目してみてください。で、こちら普通にオンライン体制というところで、オンライン繋いでいただいて、自分と世の中のね、ユーザーの皆さんと試合するものとなっております。こちらがね、すごい楽しいので、ね、やってみてください。で、こちらホームラン競争で、でもし最初2020初めて買ってよっていう方は一旦このね、プロスピ入門というところをやっていただけると、より基礎から学べて楽しめる仕様となっていると思います。で、私は一通りやらせていただいたんですけど、この上から投球編、打撃編、守備編、走塁編というところで、まあ、本当に基礎の部分ですね。基礎の部分がこちらで学べるようになっております。で、まあ応用などはまあね、いろいろコンピューターとかこうトレーニングとかね、やってみて学んでいって、いけると思います。で、こちらプロスピショップというところがありまして、こちら入っていただくと、まあ、こちら選手覚醒だったり、拡張アイテム、消費アイテムがありまして、まあ、選手覚醒は、まあ、例えば、じゃあ巨人に入りますか。はい。で、今私ちょっと2019、最後の方をプレイさせていただいて、この上の方に書いてある所持 VP が1万7000くらいあるんですけど、まあ、こちら使っ、このお金ですね、ゲーム内の通貨を使っていただいて、例えばこの菅野選手、今このような能力なんですけど、こちらをね、レベル上げることによって、この菅野選手の能力も上がっていくという仕様になっております。
なので好きな選手をね、皆さんぜひね、覚醒していってほしいと思います。じゃこちら後でちょっと楽しみに聞いていただきましょう。拡張アイテムというところで、まあ、こちらは2019からも引き継ぎだと思うんですけど、お金を払ってね、ゲーム内の高校グラウンドだったり、マスカットスタジアム、岡山県の、まあ、坊ちゃんスタジアム、こちらもね、プロ野球ファンには通なスタジアムになっていると思います。で、いろいろ拡張アイテムがあるので、ぜひね、プレイしてお金を貯めて、まあ、こう、監督、オリジナル選手として登録できる監督、セーブジー選手、まあ、楽天三木選手、三木監督ですね。こちらも2020仕様になっておりますので、ね、楽しんでいけると思います。というところで、こちら海外選手もね、結構10万 VP というところで高いんですけど、こちらもぜひお金を貯めて拡張していって、楽しめるモードを増やしていってほしいと思います。はい。じゃあ、どうしましょう。今ちょっと、そうですね、このオンライン対戦ができない状態になっていますので、一度、他の、つながりました。今現在、3時半くらいなんですけど、つながりました。さっきもつながらなかったので、あれですけど、じゃあちょっと本日の動画の最後にね、オンライン対戦をしてみて、どのようなプレイヤーになってるのか、お楽しみにしていきたいと思います。はい。じゃあまずみんな皆さん気になるところなんですかね。やっぱり選手データだと思います。こちらはぜひチェックしていきたいと思います。というところで、今、2020の1月現在、1月上旬現在の選手データを反映されている仕様となっております。でちょうど今私も楽天のユニフォーム着てるので、楽天から見ていきたいと思いますね。はい。でちょっと、本日の動画は全選手を見ていかないと思います。またね、全選手を、深掘りしてね、見ていく動画は、後々上げさせていただきますので、ぜひ、チャンネル登録と高評価お願いいたします。というところで、楽天を見ていきましょう。則本選手。さすが能力です。お打撃か。こちらですね、投手能力。球速153キロ、スタミナ B、疲労回復 B というところで、まあ、変化球は申し分ないですね。まあ、ストレート153キロから、速いストレート投げれます。そこからもね、フォークで空振り取ったり、スライダー。まあ、もろもろ、もう、則本選手は間違いない選手となっております。で、この特殊能力右側の方に書いてある方ですね。で、こちらもね、能力たくさん持っております。で、ピンクの色が基本的には、いい、高評価の、高評価の特殊能力となっております。で、紫色のこの能力は、まあちょっとマイナス気味能力と言いますか、まあ下の方見ていただけるとわかるんですけど、同様、シュート回転、スロースターターみたいな形で、まあこういうね、悪い面の特殊能力もあるというところです。で、例えば、この則本選手が野手だったら、まあ基本的にはまあミートパワーはまあそうですね、G ですね、投手ほとんどは。はい。じゃあ今度、則本選手の AI を見ていきましょう。こちらはね、実際のね、則本選手が、どのような投手がっていうのを現実とね、連動させているデータだと思うんですけど、まあ、この上の方を見ていただきたいんですけど、則本投手の、ストレート傾向っていうところが、投球 AI に出ていると思うんですけど、例えばこの上の黄色い丸はストライクというところで、緑の丸はボールというところで、例えばね、一番左上のこの 45% って書いてある部分は、ほんと黒い丸と黒い丸の、本当は1球目というところです。本当は左腕の 45% は1球目にストレートが 45% の確率で投げられていたというこちらデータになっておりますね。まあ、例えば、1球目でストライクになった場合には、その右に見ていただいて、黄色い丸1個と、まあ、緑丸0のところで 51%。なので、則本投手が最初にストライク取った場合には、次の球は 51% の確率でストレートが投げられますよというところになっております、ね、なので例えば極端な話、ストライクが1回も入らずにボール3になってしまった場合には則本投手はこの 78% の確率でストレートを投げていたというところになっておりますね。はい。でこちら投手スタイル、まあ、人気調子短期変動というところで、まあ、楽天の大エースなので、ね、人気はもうものすごいあると思います。でもちろん投手は、打撃 AI が入ったのでこちらはまあ反映されてない数値となっております。で、最後にプロフィール見ていただきますね。スコアボード名、則本。誕生日、1990年12月17日、射手座。で、ピッチングフォームが則本選手の特有フォームというところで、こちらもね、後で見ていきたいと思います。
で、バッティングフォームはもうデフォルトのね、スクエアミになっておりますのでね。こちらは。で、その後 FA 権。まあ2回取得、残り4年というところで。まあこういうところもね、去年の下の2019年度の、成績データもしっかり見れるようになっておりますので、こちらもね、いろんな選手、例えば、まあ下ちょっと行きますけど、岸選手は2019年、登板15回、まあ3勝5敗。まあ、先発15回というところでね。まあ、ちょっと振るわないシーズンになってしまったとは思うんですけど、今シーズンはぜひね、頑張っていただきたいと思います。で、気になるところですね。岸選手、川島選手いるんですけど、はい、松井投手ですね。こちらは2020シーズンから先発転向を公言しております。はい。なので、こちら見ていただくとわかるんですけど、画面真ん中ら辺にある先発適正20丸、中継適正20丸、抑えが20丸というところで、例えば、唐島選手は、抑えは、20までついてないようになってありますよね。で、松井選手は、今年から先発もやるというところで、もう先発から抑えまで、すべて20までがついている状態になっております。でも、もちろん、もうこれも S っていうところでね、一番いい感じになっておりますね。うん。松井裕樹投手もそうですね。まあ、基本的にはストレートが、則本投手よりは多くなっているような、AI になっていますね。はい。こちらのピッチングフォーム。松井投手特有のピッチングフォームが反映されているので、ぜひ、注目してみてください。というところで、はい。注目。はい。涌井選手ですね。今シーズンから楽天に入ってきました。はい。涌井選手も、まあ、基本的に先発のみとなっております。で、もう、変化球はもう、変幻自在に投げれるようになっておりまして、特殊能力もめちゃくちゃありますね。涌井選手は強いです。はい。AI もこのような形になっております。プロフィールもそうですね。涌井選手特有のピッチングフォームがありますね。うん。こちらも楽しみになっておりますね。じゃあ、このまま、野手も見ていきますか。はい。はい。じゃあ、浅村選手ですね。浅村選手、野手能力、まあ、パワー、浅村選手もそうですね。特殊能力もめちゃくちゃあって、まあ、守備も上手いので、補給してスローイング肩もあるので、うん。浅村選手はチームに一人は欲しい選手ですね。はい。で、こちらさっきと違うような仕様になっているんですけど、はい。まあもちろん、投手ではないので、上の数値は反映されてません。はい。で、こちら下の打撃 AI を見ていただきますと、まず左の方ですね。こちら赤で記されているところが、浅村選手の得意なコースとなっております。なので、まあもちろんど真ん中は、上矢印の3というところで、一番得意なコースとなっておりますね。はい。逆に、この青ので表記されている、コースですね。こちらはちょっと浅村選手の苦手なコースとなっておりますね。例えば、この、内角高め、下矢印3。で、外角低めの下矢印3とか、まあ、結構浅村選手が苦手としているコースをここで反映されていますね。で、隣の打球傾向というところですけど、まあ、基本的には、例えば、対右投手ですと、まあ、ある程度、どこの分野でも流せますし、引っ張れますし、浅村選手はまあもちろんですね。じゃあちょっと、銀次選手と見て、あ、例えば銀次選手見ていただくと、対右投手ですと、まあ基本的には引っ張りの方が強くなってますね。流し打ちはちょっと、うん、27% と、ちょっと気持ち低いパーツになってますね。はい、それ比べて浅村投手、まあ比較的、広角に打てると思います。でも対左投手になると、まあ真ん中だったり流し打ちが、まあ基本的には得意なのかなという形になっておりますね。はい。で、こちらのプロフィール見ていただきますと、浅村選手も成本投手と同い年ですね。はい。で、こちらはもちろんピッチングはしないので、まあデフォルトの3クォーター、ピッチングフォームが25。で、バッティングフォームが、まあ浅村選手はもちろんですよ。特有のバッティングフォームがついております。見ていきます。銀次選手もついてますね。あ、鈴木大地選手。今年は楽しみにしておりますよ。はい。で、能力がこんな形になっておりますね。うん。特殊能力すごいですね。ほとんどピンク色しかないですね。はい。で、まあ、もちろん左投手に対してのミートはすごいいいですし、うん。まあ、守備も広範囲で守れるところでね、すごい鈴木大地選手は楽しみな選手ですね。まあ、基本的にはそうですね。得意なコースが真ん中と上しかないというのがちょっと懸念かなというところですが、まあ、ゲームですので、苦手なコースでもどんどん打っていきたいと思いますよ。はい。で、鈴木大地選手もバッティングフォームありますね。茂木選手、イーラー選手。
まあ、基本的にはありますね。スタメンに名を連ねている選手は、特有のウィーラー選手もバッティングもありますし、藤田選手もありますね。はい。というところで、今現在、2020年の1月上旬の選手データ反映されているというところで、鈴木選手だったりももちろん楽天にもう反映されております。しかしね、新外国人選手とかがまだ反映されてない状態ではありますので、こちらはね、後々更新されていくとは思うので、ぜひね、今のうちに2020を買って実力をつけておいて、選手が反映された時に、シーズンが開幕した時に、よりね、2倍、3倍とね、楽しめるような仕様とね、なっていると思うので、ぜひね、随時チェックしてみてください。はい。まあ、これはもちろんちょっと、オンライン状況がないと反映されてないと思うので、こちらはね、しっかりオンライン状況を整えていただきたいと思います。はい。というところで、移籍選手は反映されてはいるんですけど、ここでね、例えば、皆さん注目の、ドラフト、ルーキーもしっかりと反映されていると思います。はい。じゃあ、ロッテというかね、まあ、阪神かなね、鳥谷選手はまだ反映されてないので、ちょっとそこはまだね、残念なところではあると思うんですけど、はい。いました。佐々木朗希投手。はい。見てください。球速163キロ。すごいですね。もう19歳で163キロですよ。上の石崎選手。まあ、石崎選手も154キロでね、すごい速い投手じゃない、速い球種はね、速い球速が投げると思うんですけどね。うん。まあ、基本そうですよね。はい。佐々木朗希選手163キロということで、これはもうものすごい、速い球と当たります。まあ、ここはまだプロで投げてないので、変化球とかは、まあ実際にまだこれくらい E とかね、F とか D とかね、こういう部分であると思うんですけど、まあ実際多分今シーズン投げてみて、まあ、変化球も絶対すごいと思うので、まあ後々ね、このね、能力に反映されてくると思うので、ここもチェックしていきたいと思います。はい。で、まあ、もう高卒ルーキーの新人選手とかは、まあ基本的にはデータがないので、投球 AI も体型 AI もない状態となっております。まあ、佐々木選手に関しては人気はあるので、投球スタイル人気はついてますね。はい。プロフィール、佐々木朗希選手。はい。2001年生まれ。2000年生まれのプロ野球選手もこれからどんどん出ていってね、楽しみになってくると思いますね。お、ピッチングフォームはあります。佐々木朗希投手。これはね、ぜひね、見ていきたいと思います。でも石崎選手3クォーター2のデフォルトなんですけど、佐々木朗希投手はさすがですね、ピッチングフォームあるので、ちょっと楽しみに見ていきたいと思います。はい。じゃあ、スワローズの奥川投手とかはどうなんだというところでね、いますかね。いました。奥川投手。奥川投手結構変化球は結構プロ野球選手並みに強いですね。球速も154キロもあって、すごい最初から使えるような投手となっておりますね。うん。こちらも人気ついてますね。奥川投手もピッチングフォーム固有のあるので、ぜひね、このプロ野球スピリッツだからね、リアルのこの投球フォームだったりとかね、こういう似てる。奥川投手、似てるといえば似てる。まあ似てる方ですかね。うん。顔もね、こういう画面見ると似てると思うので、うん、こういうリアルさがね、プロ付きの楽しさの一つでもあると思うので、ね、ぜひね、チェックしていきたいと思います。はい。じゃあ、後々、また次回以降の動画で選手データを深掘りして見ていく動画を上げていきたいと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい。というところで、まずはね、ざっくりね、ちょっとやってはないんですけど、どのような仕様があるのかというところをね、まあ、簡単にね、今回の動画見ていただきまして、今後、もっと詳しい動画を上げていきたいと思います。例えば、ドリームリーグはどういう仕様になっているのか、ペナントレースはどういう仕様になっているのか、まあ、例えばこの更新スピリッツですね、オリジナル選手を育成するシステムはね、どういう楽しみ方でね、どういう選手が育成できるのかとかね、そういうちょっと深掘りの動画をね、今後も上げていくと思うので、ぜひチェックお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いしますっていうところでね。はい。ちょっと関係ない話になってしまうんですけど、このプロスピ以外にも、ベースボールキングチャンネルではね、定期的にもう番組といいますか、コンテンツを配信していきたいと思います。いろいろゲストとか呼んだりしてね、しっかり MC もつけて、面白いコンテンツをね、配信していく予定ですので、2020年は楽しみにチェックしてみてください。はい。
というところで本日の動画ですね。まあ対戦してみてね、どういう感じなのかを見ていきたいと思いましょう。思いましょうというか思います。はい。はい。オンライン、まあ、基本的に今、これからオンライン対戦していこうと思うんですけど、今、ここ説明にも出ている通り、ランク対戦とフリー対戦がありますね。まあ、基本的にはこの、まあ、初心者の方はなかなかね、ランク対戦とかね、ちょっと怖いかなと思うところもあると思うんですけど、やっぱり、コンピューターと戦うよりはね、こう、世の中のオンラインの方々と戦うのが、絶対面白いと思うので、このね、ランク対戦をね、ぜひね、やっていきたいと思います。はい。で、この MR という数字がね、基本的に、ランク対戦していって、勝てば勝つほど上がっていく数値になっているので、この数字が高いほど、強いプレイという指標にね、なってくると思います。はい。で、私はね、2019の最後の方のプレイ、最後の方にちょっとオンライン対戦やってみたんですけど、一勝しかできませんでした。残念ですけど。はい。というところでね、ちょっと進めていくんですけど、これが私の残念な成績になっております。1勝8敗4分けというところでね、なかなかね、点数が取れないんですよ、これもまた。オンライン対戦難しいところで。はい。なのでね、基本的には、私は弱いと思います、現状。ですからね、これからね、どんどん、ね、修行してね。はい、それでは早速やっていきましょうというところでね、対戦開始をやっていきたいと思います。はい。はい。じゃあ本日は、じゃあせっかくなのでね、視聴者の皆様も、いい選手っていうか、面白い選手を見たいなと思うと思いますので、昨年優勝してね、ソフトバンクを使っていこうかなと思います。はい。で、まあ、いろいろ、オンライン写真に時間もあると思うので、3回、6回、9回選べるんですけど、一応ね、近い強さの人に限定してね、やります。では、3回しますか。動画もね、長々見るのもあれだと思うので。はい。じゃあ、ここで通信相手を募集しますというところで、少し時間かかるので、一旦魔法を使って飛ばします。あー、回線手不調です。まあ、オンラインではこういうところもね、いろいろあると思うのでね。これはしょうがない分ですね。で、まあ一応、2軍からも反映できるので、周東選手。ちょっとね、調子があれなので、まあもちろん使える人は使えると思うんですけど、ちょっと初心者の私からすると、調子も少しでもいい方がいいかなと思うので、これでいきたいと思います。まだね、ヤフオカ、福岡、ヤフオクドームになっていますね。ここもね、いずれ反映していただきたいなと思うのでね。今ね、コナミさんもいろいろ大変な状況になっているらしいのでね。まあ、こう、プロスピだったりとか、例えば、まあ、スポーツ関係でいけば、ウィニングイレブンとかもちょっとね、今、いろいろ更新できない状態になっているんですけど、まあ、これもね、世の中、緊急事態宣言も明けて、しっかりね、経済回っていけば、いろいろね、反映されていくと思うので、ね、ぜひね、皆さんもね、こう、家でゲーム楽しんで、しっかりコロナも明けてね、そこからね、楽しんでいければいいと思うのでね。お、早速、千賀投手、うなる剛速球とあまりの落差からお化けと呼ばれるフォークで、お化けフォークを1球目からやっていこうかなと思います。近本選手、三振取れるかな？じゃあ、やっていきたいと思います。特に気に留めていないということになりましたね。三振取れず。さすがにフォーク使ってくると分かってたんですかね。まずはフォークスの、はい。で、まあ、いろいろ全力投球だったりとか、やり方とかあると思うので、これはね、ぜひ皆さん買っていただいて、トレーニングなどしていただいてね、いろいろ学んでいってほしいなと思います。もしね、自分が強かったらね、解説動画とかもできるんですけどね、なかなかね、一生しかできてない人間なので。はい。投手はね、比較的抑えれるんですよね。ただ、打者が難しいので、1点取るのがすごい難しい感じになってます。はい。OK。糸井選手怖いですね。威圧感ありますね。まず何を投げてくるか。
打ちました。よし、三者凡退。取った。一塁送球。一塁アウト。オーケー。アウトチェンジです。さすがの千賀投手です。ノーヒットノーランで来たってます。岩田選手。バッターは牧原。相手を0点に抑えて、これからさあどうかな。まずは塁に出たいところ。小さく変化させました。わずかに右に切れました。いやあ、おー、見極めます。フォアボールでもいいから塁に出たいところですね。それがあー、おおー、いい感じの流し打ちです。今はね、丸ボタンで打ちました。基本的にはね、×ボタンで打つんですけど、丸ボタンで流し打ちできるようになってるんでね、ぜひチェックして。一塁に先制のランナーを置いています。あー、ちょっとバッターボックスには今状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれません。やっちゃったな。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ランナースタート。空振り三振。あー、し悔しいな。まあ、盗塁進めて、でも柳田選手はまずは先制して主導権を握りたいですね。よし、ボール、ホームランしたいと思うので、よし、見極めたぞ。それと来い。はい、さあ、このチャンス。かー、打ちました。打ったら元へ。あー、センターが取りました。ツーアウトです。さあ、うん、ここはつなげて、スパイネ選手でもね、ただ次はホームラン。あー、非常に面白いと思いますよ。その期待に応えてほしいデスパイネがバッターボックス。いやー、ホームラン打ちたいですよね。いけるか。あー、やっぱね、初心者にはね、なかなか難しい仕様となってる。くそー、せっかく2塁まで進めたのに、最初の流し打ちはランだったっていうね。お、ボー選手、ボー選手もやつがありますね。でも千賀投手なら、お、マジで危ない。おー、怖いっすね。サンズ、サンズ、あー、やって引っかかってこないですね、やっぱフォークには。しっかり見極めてきますね。うい、めちゃくちゃ落ちますね、このフォーク。打ちました。もう打撃側から見てみたいです。投手側から見てめちゃくちゃ落ちてるのに、打撃側から見たらやばいだろうね。この回の線が OK。 打球は宇宙間へ。よーし、 OKOKOK。 いい感じでね、抑えではするんですけどね、打撃が難しいんです、やっぱり。2回の裏になります。いや、でもソフトバンクいいですね。バッターボックスには5番グラシアル。あ、いったんじゃない。あー、ダメか。あー、今、ダメか。レフト掴んでワンアウト。バッターボックス来ました、バレンティン選手。このバッティングフォームとかいいですよね。バレンティン選手の後ろから見てもね、バネティン選手と分かる。あー、でも打てないのが申し訳ない。バッターは7番に入っている松田選手。ツーアウトランナーありません。あつお、この回のホークス打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。あつお、簡単に打ってしまいましたね。加藤、勝つ動画をお届けしたい。あー、打ちました。打ち上げたファールグラウンドへのフライです。落とすはずがないというところで、で、3回勝負のゲームなので、これが最終回となります。はい。じゃ、せっかくなので変えますか。千賀投手はね、行けば抑えれると思うんですけど、森投手にしましょう。ああ、似てますね、森投手。はい。早速じゃあ、ストレート高めに、ぶちかましょう。ああ。結構相手の方は上手いですね。外野まで全然打ってくるので、俺とは全然違います。はい、守護神森がタイガース打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょう。よーし、打ち取りました。で、これでね、次のバッターもしっかり打ち取れば、最後さよなら打って締めたいと思いますよ。 OK。 あー、ヒット打たれたか。さあ、この終盤で近本選手持ってきました。いいですね。OK です。2塁で仕留めます。はい、最終回さよなら打ってゲームを決めたいと思います。ソフトバンク選手いいですね。ここに来て内川選手、もう申し分ない。あとは俺の実力だけ。ああ、入ったか。
どうしても出塁しなければなりませんね。どんなあれ、痛すぎる。あー惜しいですね。ちょっとね、次はベースボールキングの、あ、いい感じで落ちたんじゃないですか。 OK、 ダイソー使ってね行きたいと思いますよ。もう勝ちますよこの試合は。あ、周東選手問題ない。なるほど、そうですか。さて走るか走らないか。うわ、力入りました。膝下厳しいボールですね。あ、やっぱりあっても牽制してくるから怖いな。でも走る、頑張れ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 。オッケー、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。いや粘ります、どうしても行きたい。いや進塁させればバント。もうどうしてもね、これは勝ちに行きますよ。ヒット1本出れば。今宮選手、くっ、まず際どいコースから入りました。あー最悪な展開です。申し訳ないです、視聴者の皆さん、こんなつまらない試合をお届けしてしまって。ですからね、やっぱこうソフトバンクの選手とか、まあもちろん相手の阪神の選手もそうですけど、まあこうね、リアルさをね、少しでもね、お届けできてればと、ポジティブにね、考えたいと思います。はい。いやー、悔しいですね。うん。まだ一勝が上がりませんでした。というところでね、今度はね、ベースボールキングの中からね、プロスピのね、上手い選手、上手い人をね、連れてきてね、皆様にもね、上手い動画をお届けできればと思いますのでね。で、ここで動画は、終わらせていただきたいと思います。でね、これから、先ほども言わせていただいた、例えばドリームリーグとかだったり、この甲子園スピーチだったりとか、あとね、こういう、なんか、いろいろ細かい深掘りしていった動画も、このプレスピ動画でお届けできればいいなと思っております。例えばね、選手データ、誰見てほしいだったりとか、いろいろね、こう、巨人の選手とかもね、マサガン選手筆頭に、いろいろね、もう全選手気になったことだと思うんですよね、やっぱプロ野球ファンの皆様には。お坂本選手とかもね、めちゃくちゃ強い能力になっておりますからね、こういろいろね、選手の例えば AI だったりプロフィール見てほしいとか、まあそういうなんか要望などありましたらね、ぜひねコメント欄とかにね書いていただければ、その動画もチェックさせていただきますので、プロスピ動画を筆頭にいろいろ上げていきたいと思います。はい。でももちろんプロ野球シーズン始まったら、まあ週1でとかはね、いろいろ、まあ、それ以上で定期的に配信していこうと思っておりますので、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ぜひね、チャンネル登録とか増えていけばね、それなりに、平日、毎日配信できたりとかね、いろいろしていきたいなと思いますので、ぜひ、皆さんのご協力が必要となっております。なので、ぜひ、チャンネル登録、何回も申し訳ない、チャンネル登録だったりとかしていただいて、で、まあ、こういう動画見てみたいなのありましたらね、ぜひコメント欄とかね、いただければ、全部チェックさせていただきますので、よろしくお願いします。というところで、まあ、今回は、本当さらっと、さらうような形でしかご紹介できなかったんですけど、プロ野球スピリッツ2020の動画をお届けさせていただきました。今後、よりもっと深もっと動画を、プロ野球スピリッツで、この在宅期間は配信していきたいと思いますので、ぜひ、チェックをお願いいたします。というところで、本日は、この辺で、締めさせていただきたいと思います。はい、それでは、さようなら。